晴天に恵まれた富士スピードウェイドリフトコース。今回全国から集まったのはまだまだ女盛りの熱々ギャルたち。オスとメスの本能直撃の泥試合が今スタート。さあやってまいりました。今回はギャル大会ですか。ギャル、はい、ギャルって言ったよ。ギャル、なんですか、なんか問題、ね、ギャル、ほらギャル、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 お兄さんこういう感じ好きなの。ちょっとポイントいますよ、本当にブリトニー、ブリトニーさん、後で絡みましょうよ。いやいや、絡みたいんだよ。なんでそんないきなりオープニングから絡んだことないでしょ。ハマってんの。いつもさ、イカ天の時カメラ回ってない時すごい機嫌悪いじゃん。そんなことない。ということで盛り上がってまいりたいと思います。さあそれではいきます、はい、第135回イカス走りチーム天国ギャル大会。それでは早速ですね、イカ天ギャル大会、はい、まずは個人の走りからいきたいと思います。いつものように、はい、審査基準話してません、はいはい、ただここはあの勝手知ったらあの1000点以上が出たコースでございますからね。あの国焼のちゃん何点だったんですかね。何点でしたっけね、あれね、すごい過去最高の得点ここに出てますから、はい、まずはイカ天ギャル大会個人の走りから参ります。それでは参りましょう、スタートです。キラッガールズチーム赤い。さあまず最初のチームはクラッシュガールズチーム危ない。イエーイ。クラッシュガールズってあの女子プロのあれじゃないの。女子プロ、いやそうじゃないでしょ。違うの。どこでも何でもクラッシュするっていう、あ、まあ、それぐらい危ねえ人たちの集まりということでしょ。こっちはあの若い子がこの格好かと思ったらそうでもないね。ね、ね、お母さん大丈夫なの。そうね、お母さん車見る限り、はい、あれうまそうだよ。うん、あれ、何、白タブの白タブってやめなさいよ、本当に。あ、リーダー白タブのこれやってそうだね、うん、これ何白タブあ、やっぱそう、やっぱ白豚じゃん。ヒルネ豚、はい、チームヒルネ豚です。なんだ、別にそれをあれする必要なかったんだ。結構やってるね。全体的に割とちゃんと走り屋系というか、このワンエティは、はい、お名前は子供ですよ、子供。はい、孫です。孫、ギャル大会だねえじゃねえかよ。いいじゃない、ねえ、全然俺年下、年下若いの。大会とか出るの。いや、こんなに乗ったおばあちゃんいいね。大会出るよ。ドリフト歴がじゃあまだ3年。3年すごいですよ。でも3年やってんだ。マジョーラだ。はい、色変わってみるもんね、見る角度によってね。全然光によって全然色が変わる。結構あれだ、下着も上下違うタイプでしょ。ね、これ彼氏の車。共同女に買わせたタイプだな。な、人生横転のクラッシュガールズにウォーミングアップで事件発生。あ、ほら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 、あれ結構ダメだよ多分。何もないとこ行ったよ。常田敦子14アウトじゃないですか。あれ痛かったと思うよ。あれ多分痛いよ。クラッシュガールズ、もうすでにウォーミングアップからクラッシュが出ましたけれども、でっけ1番の青山美穂、この大きな振り、まあ、何の説明も入れてませんからね。危ない、目線がいいもん。目線がギリ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 、もういいじゃんいいじゃん。成功ですよこれは。まあ確かに気合いは活気がある。踏みっぷり。続いてはデッケン3番の月田美奈子です。マナピーだったら最初だったらな、47で。でもマナピーだったら恋愛対象だよ。そうですよ、2個年下だもん、ね、そう年下だもん。アンダー、おいいぞ、おっ、いった、危ねえ危ねえ危ねえ。でもええやっぱ。でもね、あんなおばあちゃんいないよね、うん、孫からしたら自慢のばあちゃんだね。中塚志保子、中田志潮吹き。そんなこと言ったこと書いてねえよ。さあ年しかってないもうちょっとこっちに大きく振ってくれば手前に来るんですけどね。それはダメよ。あばばばばよけたよけたすごい、よくあの間を戻ってない、戻れたって、戻ってない。ちょっとボーナスポイント、これ2さんですよ。で、健康版この間ないな、もう元気いいじゃん。ムニプリはムニプリはね、いいじゃん、いいじゃん。もう成功、ぐっとこない、まあ、ちょっとこない、やる気にならない。あれ立たない、固くなんない、うん、そんなこと言ってないでしょ。すいません、愛知長野サンサンガールズ。さ
あ続いてのチームは愛知長野、うん、どっかその辺の中部地区ですね。サンサンガールズ、イエーイ。おかしくね、ちょっとなんか音がねずれとる。あ、タレントはまたこっち行ってませんね。慌てるな、慌てるな、慌てない慌てない。誰かタレントさんに声をかけられました？かけた側です。かけた側。聞いてみたいことがある。デートして。はい。あ、いいですよ、今日は優勝したら。いや、あ、もうどうぞ。優勝チーム優勝したら。優勝したら 何どうした？お前何が赤くなってんだよ。何照れてんだよ。もし優勝したらプロポーズで、2位だったらプロポーズ待ち。一晩だけ、一晩だけ付き合ってくればいいんじゃないか。もう OK です、 OK です。何だよ、 OK です。じゃあこうちゃん、それがダメだったらマナピーに抱いてもらう。3位以下は車見ましょう。はい、これから行こう。ピンク、これはでも、はい、女の子って感じの車だよね。来たよ野村さん、これ、ね、うわピンク来たよ。この全塗装っていくら払ったの？あ、1万円ぐらい。1万円。すごいザラザラだねこれ。懐かしいね、この夜間色もね。うん、夜間中綺麗。最近買ったと思われるブリッドシート、えらい新品だ。いいね、これもシート綺麗だね。ほら、これも新品ブリッドだよ。ほら、新品ブリッド。今日のために、みんな何、今日のためにこれ買ったの？そういうわけじゃないです。今新しいよね、素晴らしい。日頃織田さんや谷口さんが、宣伝するから、みんな騙されて買っちゃってんじゃん。素晴らしい。本当に素晴らしい。今なんつった？いやいやいや。サンサンガールズです。さあ、まずはデッキ6番、はい、池田陽子。うわ、これいいと思います。いいよ、いいよ、うまいね。お、うまいじゃん、うまい、うまい、いいじゃん、これは上手だ。いったね、いいじゃん、はい、やって。あれ20年前の大会だった、優勝ですよ。そうだね、うん、20万円って。続いてピンクのマシン、小山佳代子。意外にいい走りをしているような。ちゃんと踏んでくるね。ちゃんと、うん、どうでしょう。すごいね。おお、なんか怖いな、でも。最初うまかったね。続いてデッキン8番、神谷千秋。もうジャンピングですよ。いや、ジャンピングですよって。サイドで、うん、サイドで入って。基本は合ってるよね。そうだね。基本のドリフト、ちゃんとできてるよ。できてますよ。抑える。はい。踏んでくるのね。100点。100点？何か？いや、いいですよ。マナピーさ、何マナピーの何て言った今。ターゲット、何のターゲットなんですか？ナウゲットちゃん。何がチャンスじゃねえし、何が古いし。さっちゃん。あー、さっちゃん。たまたま。もうあれだもんね、さっちゃん呼ばわりだもんね。怪しくないよ、中田美香。谷口にプロポーズするとか言ったこれ。そうだっけ、いきなり減速そうだ、そこで。合わせすぎだよね、ちょっとね。もうちょいね、進入スピードがあればね、乗ってもたんですね。さあ、というところでサンサンガールズ終了です。さあ、続いては、はい、巷の JJ 萌えよ熟女。あー、熟女熟女、ね、熟女ですよ、俺。ヤル大会じゃね。いいんだよな、今までのチームの中で一番ちゃんとこういいね。ちゃんといいね。あ、来たよ、あ、来たよ、大会。やっとやっと気配が。今までのチームのギャルには見向きもせず。タミさん、どこに引っかかりました？じゃあ、なんかこう、入れたちがさ、入れたちがバッチくないじゃん。あ、そうだ、そうだ。車もね、綺麗だしね、みんな。何の格好だよ、これ。お風呂上がりチェック。お風呂上がりにワイシャツ着るなんて、こんなさ、昼ドラの世界だよ。いないと思います。いねえから。今時いないだろ、そんなやつ。いないから。いいよ、車。これブリトニー？ブリトニー。ブリトニー。ブリトニーはオーストラリアか？アメリカだ。ブッチ。グッチ、どこがグッチだ。グッチ、グッチ、どういうつながりなの彼女。で、治療あったの？ブリトニーはオーストラリアだっけ？だからアメリカだって。アメリカどこです？どっから？あ、エンディアナ。エンディアナ、うん、これこれ誰？マスカ。はい、これ自分の？自分の。これ乗ってんの？乗ってます。うわ、気持ち悪い、これ。気持ち悪い、これヘビみたい。うわ、気持ち悪い。知らないよ、でも気持ち悪いよ。こんなとこやる必要ないんじゃないの、これ。結構綺麗にはしてる。朝6時半まで結構やってた。何をやってたの？セックス。
なんで俺あまりにもバカで、これなんでこんなになっちゃったのこれ。和風で兄貴みたいにしてって言ったら、ね、似顔絵が描かれた似顔絵が言うね、ボンネットに。これね、もし優勝できなかったら、うん、マナピーが抱いてくれる。なんでまた大丈夫、すぐ終わる。うるさいよ、お前そんなに普通じゃないから。うるさいよ、あんたたちは。本当に優勝したら、ダリウスさんと付き合える。そうそう、はあ、それは拍手かお前。ビューティービューティー、なんでビューティー、あ、なんでビューティーってやる。売られてもビューティー。知らねえよそんなの。そうなの。知らないの。え、こうだったっけ。燃える、燃える、よく知ってるね。さあ続いてまいりましょう。巷の JJ 燃えよ塾女、黒崎飛鳥。この子はね、結構いろんな大会出てます。で、早い、いいぞ、いいぞ、いけ。あれワイパーキラキラしてたよ、やっぱり。うまい、うまい、うまい、うまいね。勢いはありますね。100点。あんだけできるよ、だって。いや俺今日の基準はマナピーよりうまいか どうかっていうの。出たよ、またかよ。さあ続いてオレンジの FC 菅原勇気。マナピーの昔のかな、勇気。マジやめろ。はい、やった、ゲット、うまい、やるね、うまい、うまい。やめろ。鉄拳13番阿部川由美子、由美子。そのまま調整して入って、あれ倒さなかった。これは失敗。来ましたよ、皆さん。グリトリキャサリン。キャサリンじゃねえし。オーストラリア出身。オーストラリアでもねえし。いいぞ。お、いいよ、雰囲気。どうなの。そうなの。そこまで良かったのに。塩の4個。RP20 の位置ってどういう。どういう位置だ。よくわかんない。そこもある。悪くない。悪くない。いけいけ。いけいけ。どうだ。これなら。危ねえ、危ねえ、危ねえ。どうだ、いや、まあまあ、それはいいでしょう。